富士テレビで放送されているネプリーグの企画などを記述する。なお、深夜時代の企画についてはネプリーグを参照。いずれも最終ステージ終了時点で同点の場合はサドンデスとして最終ステージのクイズを両チーム一問ずつ行い決着をつける。また、足切り制でボーダーライン上に複数チームが並んだ場合はそのステージでの脱落は なく、次のステージに持ち越される。ステージに関しては回によって派生アレンジが行われることもあるため、記事中では複数回行われたもののみ記述する。ブレインタワー2007年1月22日発登場。モニターに映し出された人やものの名前を回答し、10階建てのタワーの頂上を目指す。一問正解で1回分上昇。 不正解及び5秒以内に回答できない場合は、回答席が大きく揺れて、スタート地点である1階から、やり直しとなる。1階で間違えた場合はそのまま1階に止まる。回答権は、左端のキャプテンから1人ずつ、ローテーション制となっており、正解なら隣の人に回答権が移動する。不正解及び時間切れの場合は次の問題も、同じ人が答える。パスは不可。 答えは、正式名称でないと不正解になる場合がある。人名を答える場合も、日本人、中国人、韓国人の場合は、フルネームで答えなければならない。制限時間60秒が過ぎるか、屋上到達で、挑戦終了、その時点の回数が記録となる。なお、タイムアップ時のジングルは、1回止まりの時と2回、以上に到達した時とでは異なる。 最も高く登ったチームが10ポイント獲得。全チームが同じ木座橋で止まった場合は得点の加算なし。2017年8月21日からは制限時間は90秒に伸び、一つの問題の残り時間が表示されるようになったほか、ものの名前や人名に加え建造物名なども出題されるようになった。派生形式として以下のパターンも行われた。 ブレインタワーゴールド2012年2月20日放送ネプリーグ GP のハイパーリーグで登場基本ルールはブレインタワーと同じだが通常の10階建てから20階にアップまた制限時間は90秒問題ごとの制限時間は2秒ほど伸び7秒となっているまた途中で扉が金色になるゴールド問題が挟まり正解すれば 一気に3回上昇する。最も高く登ったチームに10ポイント、11回からは、軌道エレベーターとなり、ゴールに到達すれば、さらに10ポイント加算。2020年5月25日放送分では2人一組で、制限時間は99秒。問題ごとの制限時間は、通常の5秒となり、ゴールド問題が登場しない形式で行われ、同年六月十五日では三人一組。 制限時間は90秒。問題ごとの制限時間は7秒となり、こちらもゴールド問題が登場しない形式で行われた。同年7月13日放送分からは5人一組。制限時間90秒。問題ごとの制限時間は7秒。こちらもゴールド問題が登場しない形式で行われている。ハイパーイングリッシュブレーンタワー二千十四年四月十一日放送。 ネプリーグ SP で初登場。ルールはイングリッシュブレーンタワーゴールドと同じだが、ゴールド問題の代わりに外国人の子供や特別英語講師からの質問を聞き取って英語で答えるリスニング問題や英文の穴埋め問題、正しいイディオムを選ぶに託問題などが途中で挟まり、これに正解すれば一気に3回上昇する。制限時間は90秒。スペル問題導入後は、 制限時間は100秒に拡大。最も高く登ったチームに10ポイント、さらにゴールに到達すれば10ポイント獲得。2012年7月2日、放送、ネプリーグ GP のハイパーリーグにて初登場。レギュラー放送では2012年8月6日放送で、初登場。回答席が列車を模している。 指定された言葉に空欄があるので、その空欄に当てはまる文字を書いて回答する。ブレインタワーと同様に、正解の場合は回答権が次の人に進み、不正解の場合は、警報器が鳴り、同じ人に次の問題が出題される。10問正解するまでの時間を競う。先行チームのかかった時間が、高校チームの制限時間となり、高校チームがその間20問正解できれば、 ビクトリーで高校チームが10ポイントをできなければタイムオーバーとなり先攻チームが10ポイントを得る。10問正解したのとタイマーが0になったのが2つ同時だった場合はドローとなり2チームとも0ポイント。3チーム以上の対戦の場合2チーム目以降は挑戦済みチームのタイムのうち最も早いものが制限時間となりそのタイムを上回れないとそこで敗退。 最終的に最も早いタイムを出したチームが10ポイントを得る。同着で1位チームが複数ある場合はそれらのチームすべてに10ポイント。2020年6月22日では基本ルールから1チーム2人にして交互に5問ずつ答える形式で行われた。2013年10月7日の SP で初登場。1000人を対象としたといえば、 というアンケートの1位から5位までを答える。各チームの代表の一人が回答者となり、一人ずつ順番に回答する。2周するか5位まで全て回答されるかした時点で1問終了。1つ正解につき10ポイントを得る。3問実施され、1問ごとに回答者が変わる。2020年12月21日の SP では2021年1月4日の SP の先行公開としてエクストラステージで登場した。2018年1月8日の SP に登場。世界一なもの、世界で初めてした人など、絶対に間違えてはならない世界共通の問題が出される。各チーム10人がそれぞれ回答し、1人が一問正解で1ポイント獲得。10人全員正解すればその問題では10ポイント獲得となる。各 チームごとに一つの国内外の観光地のガイドブックに書かれている観光名所や名物、観光に関する注意事項などが穴埋め形式で一人一問ずつ出題。時間内に手元のタブレットに書いて回答する。一問正解につき10ポイント獲得。2018年12月3日、放送文から登場。メリーゴーラウンドのカゴもした CG セットでに、 チーム同時に対戦する。白鳥の、湖、ドン、キホーテのように答えの単語が、前後半に分かれている問題が出題。各チーム1番手が前半を、2番手が後半を答え、両者とも正解で1問正解。ゴーラウンドとして、メリーゴーラウンドの回転のように回答順が1つ、前にずれ、2番手が前半、3番手が後半という形になる。 これを繰り返し、先に一定数の正解をしたチームに10ポイント獲得。両チーム同時に達成した場合は両チーム10ポイント獲得。基本全員参加だが2020年4月13日放送分では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数を5人に制限し、残りのメンバーはモニタールームで待機となった。 2019年7月22日放送分にて、初登場。一つのテーマについて10問の問題が出題され、です。または、じゃないで回答する。プレイヤーはカートに乗って、サーキットを走行し、正解だと思う方向にハンドルを切る。正解すると次の問題に進めるが、不正解の場合は、不正解者のカートが、パンキチの乗っているマシーンに破壊され脱辛く。 5人全員が脱落するとゲームオーバーとなる。問題は1問目から4問目はレベル1、5問目から7問目はレベル2、8問目から10問目はレベル3となっており、後半に進むにつれ難しくなる。1人正解につき1ポイント獲得。5人全員10問目まで正解すれば50ポイント獲得となる。現在はエクストラステージとして、 ドラマチームなどが商品をかけてチャレンジすることもある。2020年6月29日放送分にて初登場。提示された単語を使って指定された人は例文を作り、まさしく例文を完成させることができて提示された単語の意味も理解すれば正解。一人正解につき10ポイント獲得。不正解の場合は、プレイヤーの頭上に本が降ってくる。ゲーム開始前に、 天の声が例文を使って出演者に振ることがある。2020年8月17日放送、ネプハイスクールリーグでのみ登場。例えば、部首が、コンベンの漢字を参考が、順番に回答し、時間内に回答できなかったチームが脱落。制限時間は30秒。3回戦を行うが、ポイント差で逆転不可能になった場合は、打ち切りとなる。一問につき、 最初に脱落したチームが0ポイント、次に脱落したチームが10ポイント、最後まで生き残ったチームが20ポイント獲得。また、このステージは、林修が単独で参加し、林が答えた漢字は他チームは使用できなくなる。2020年9月7日、放送分にて初登場。前回のエクストラステージで登場した、常識音クイズをアレンジし、レギュラー化したもの。 普段日常生活の中で耳にする、あるものや人の声や BGM を答える。初回のみ、全5問で5人全員正解で5ポイント。しかし、1人でも不正解者がいた場合はポイントは入らない。3問連続正解で10ポイントが加算される。2020年10月5日以降は1人正解につき1ポイントが加算され、5人の場合は全員正解で。 ボーナス5ポイントが加算される。6人の場合は、ボーナスポイント話し。し3から5回戦を行う。2020年10月26日放送分にて、初登場。前回のエクストラステージで登場した、新リスニングクイズをアレンジし、レギュラー化したもの。5人が、ターンテーブルに乗り、お題に沿った回答を、DJ のリズムに合わせて答える。チームで2、3回戦を行い、 一人答えるごとに1ポイント獲得。途中で間違えても正解してもリズムに乗れなくても3回まで答え直すことが可能。初回のみ15問全部正解するとボーナス5ポイントが入り合計20ポイント獲得となる。3回目で答えられなかった場合はその時点で終了となり、その時点までのポイントを獲得できる。11月2日以降は画面下に 帯が出るようになった。ラウンドごとにメンバーチェンジが可能。映像問題の場合は、英語でも日本語でも答えてもよい。2021年1月25日放送分の当期、公衆 SP の1コーナーにて登場したステージ。2月15日放送分に対抗戦のゲームとして、初登場。2020年12月21日放送のエクストラステージで登場した。 ナイスキャスティングをレギュラー化したもの。3チーム戦では各チーム代表で2人ずつ出場し、10代から40代の男女200人に聞いたドラマや映画の実写版で演じて欲しい人物ベスト5を当てる。当たることができれば、ナイスキャスティングとなる。ベスト5を1つ当てるごとに10ポイント獲得。1回戦ごとに2問、合計2回戦を行う。 2021年2月15日放送分にて初登場。2020年11月30日放送のエクストラステージで登場したこれいくらチェックをアレンジし、レギュラー化したもの。3チーム戦の場合は各チーム1人代表で、ものの値段や料金を答えて、1番目に近い人が10ポイント、2番目に近い人が5ポイント獲得となる。 三回戦を行い一回戦ごとに二問を行う。二チーム戦の場合は各チーム二人代表で出場し、予想と一番かけ離れていたチームの相手チームに10ポイントが入る。二回戦を行い一回戦ごとに三問を行う。予想と一番かけ離れた回答者がお金の非常識人となる。2021年3月22日のネプアップデートリーグで登場したステージ。 同年5月10日に対抗戦のゲームとして初登場。爆弾に繋がれた11本のコードの中でお題で指示された不正解のコード1本以外をすべて切る。1本の不正解のコードを除く10本べての解除に成功すればクリア。ただし、途中でお題で指示された不正解のコードを切ってしまうとその時点で爆弾が爆発しゲームオーバーとなる。 一本解除を成功するごとに1ポイント獲得。このステージのみ、モニタールームもこのステージを模した背景になっている。深夜時代から放送されているコーナー。正解が5文字になる問題が出題され、1枠の人であれば1文字目、2枠の人であれば2文字目というように一人、1文字ずつ答える。ひらがな、漢字かな混じりなど、 答える、文字種は問題によって指示される場合もある。また、英単語などの場合はすべてアルファベットを文字で回答する。その際、文字が不明瞭だった場合はその部分を濁し、読みは同じだが、文字や漢字が違う場合は、字が違う胸を告げて、不正解となる。また、回答者が間違った答えを回答していた場合は、緑やオレンジの背景に、 白抜き文字の合成で、その回答を当てはめる場合がある。合っていた場合も、回答者が正解とは違う言葉を浮かべていた場合は、表示されることがある。1問正解で10ポイント獲得。1ラウンドにつき最高5問挑戦することができ、5問連続正解すれば、ボーナス50万円獲得。1人でも間違えればそのラウンドは即終了となる。 2005年を最後に5問連続正解したチームは、いないゴールデン放送開始から2005年6月6日の放送までは、オープニング問題として、ネプチューンチームが番組開始を煽るような問題になるに回答した。ゴールデン放送開始当初は3ラウンド制だったが、オープニングステージ登場後は2ラウンド制に変更されている。2013年5月27日放送分から、 1>, 1チーム1ラウンドのみ不正解になるまで問題数無制限という形式が登場した。この場合は5問連続正解ボーナスはない。従来の2ラウンド制とどちらで行われるかは回により異なる。また、通常ルール以外にも様々な派生形式が行われている。ハイパーファイブリーグこの名前を持つステージは2種類存在する。 SP などでは3チーム同時対戦が行われることもあり、この場合は不正解のチームが出た時点でその時に正解したチームすべてが10ポイントを得る。正解、不正解問わず各チーム規定セットを行う。CG は過去に行われていたロゴファクトリーのものを再利用、リニューアルをしたもの使用されている。また、この CG はハイパーファイブリーグやテンリーグでも使用されている。 2005年2月15日の深夜放送から登場。2005年から2007年まではファイブツアーズ。2008年よりファイブツアーズジェットとファイブツアーズバギーのいずれかを行っている。SP では複数同時に行われることもあり、その際やマシンの都合によっては別の種目の乗り物が代用される場合がある。1問あたり18秒の制限時間があり。 回答者は一人。時間切れになると、マシンがダメージを受け、次の人に回答権が移り同じ問題に挑戦する。全滅した時点で、ゲームオーバー。全問正解すれば、クリドとなる。挑戦は一人ずつ行い、回答者は、操縦士として、回答席に立ち、答えを入力するためのタッチパネルが用意されている。これに入力して、ボタンを押して決定することで、 初めて回答が認められるため、答えを入力したまま決定ボタンを押し忘れることも、ある。消去ボタンを押すことで書いた内容を消して書き直す、こともできる。ファイブツアーズジェットコーナー名は2007年以前は、単に、ファイブツアーズであったが、2008年から、ファイブツアーズバギーの登場により、区別のため、ファイブツアーズジェットに解題された。ジェットにちなんで、回答席は、 操縦席であり、回答者も操縦士となり、乗り物も宇宙船などを模している。出題された漢字の読みを手元のパネルで入力して回答する。決定ボタンで回答を送る際は、読み仮名ミサイルを発射して攻撃する設定。正解なら漢字は爆発。10ポイント獲得して、次の問題へ進める。不正解なら、時間の許す限り、読みは跳ね返されて答え直しとなる。 2005年10月31日から、文字の色が白から黄色に変わり、送り仮名の漢字も導入され、送り仮名を含む漢字の場合、送り仮名も入力すると不正解となる。同じ漢字を2人連続で答えられなかった場合には、視聴者向けにヒントのテロップが表示される。読み仮名の字数は、最高14文字まで表示される原則、人名。 地名の問題が必ず一問ずつ含まれ、地名なら、日本地図や世界地図が、人名なら、顔写真やイラストが、歴史的建造物なら建物の写真が、問題の後ろからついてくるように併記されているまた、ことわざや四字熟語、慣用家や一部の要件に関しては、正解後に回答にその言葉の意味が併記される。進行度によって、背景や登場キャラクター、BGM が変わっていく。 時期によってマイナーチェンジをしている。2005年4月25日の放送からファイナルでは漢字には炎のエフェクト、BGM、ボスキャラが倒される演出は統一している。ハイパーファイブツアーズジェット2009年12月21日放送のスペシャルで初登場した難易度アップ版。ファイブツアーズジェットの中でも難読漢字のみが出題される。 後日のブツアーズバギーと同じく時間切れになるとキャラクターが 3D で攻撃してくる。その他のルールは通常回と同じ。5人で30問正解すれば100万円。2011年2月7日以降に放送のネプリーグ GP のインテリーグでは15問に短縮され1問正解で10ポイント。なお、 全問正解したら賞金のルールは廃止となった。2012年12月3日にはレギュラー放送で初実施。通常の5ツアーズジェットと同様全10問1問正解で10ポイント。また、この回では 3D で攻撃してくる演出が一部リニューアルされた。5ツアーズバギー2008年1月3日の特番にて A ブロック第2ステージで初登場。 バギーにちなんで、回答席は運転席となり、回答者はドライバーとなる。出題された赤いカタカナの言葉を手元のパネルに漢字で書いて回答する。決定ボタンで回答を送る際は、書き取りビームで書いた石板を発射して攻撃する。設定。正解であれば敵は追い払われ、10ポイント獲得して、次の問題へ進める。 不正解だった場合は時間の許す限り、石板は壊れて答え直しとなる。書き順の正語や止め、真ね払いなど細かい部分は問われないが、書き具合によっては丁寧に書かれていないと認められない場合もある。書き順が誤っている場合、判定には含みません胸のテロップが出る。ファイブツアーズジェットと同様、地名、人名の問題が一問ずつ含まれている。 また、ファイブツアーズジェットと同様、ことわざや四字熟語、関用家や一部の要件に関しては正解後に、回答に意味が併記される。一台あたりに出題される。文字数は、基本1文字か2文字だが、3文字以上書く問題も、出題されることもある。回に応じて7問構成の短縮版となる場合も、あり、その場合は、レベル1からレベル3まで2問刻みで行われる。 拡大版の場合は13問構成でレベル4もある。2013年4月1日の SP からはチャンス問題システムが登場。ゲーム内に指定回数発生し、本来は白い石板に黒い字で答えを書くが、この問題では金縁に黒の石板に白い字で答えを書く。チャンス問題に正解すると、ボーナスミッションに突入。制限時間は30秒。 時間内に正解できれば、ボーナス10ポイント獲得。ミッションの成否に関わらず、通常問題に戻る。チャンス問題に突入できるチャンスは1問につき1回。限りで、正解できなかった場合はチャンスが消えてしまい、交代したメンバーがその問題に正解しても、ボーナスミッションには入らない。ミッションのレパートリーは、現時点では、以下の通り。最初の2種類以外のボーナスは、 林先生の漢字テストツアーズから登場。ファイブツアーズジェット同様新コードによって背景や登場キャラクターが変わっていく。バギーでは5秒前のカウントダウンが始まるとキャラクターが攻撃してくる。ハイパーツアーズイングリッシュ2011年2月7日の特番にてインテリーグで登場。ステージ構成はバギーの小人ステージと同一。基本的なルールや演出は 他のツアーズと全く同じで、出題された単語のスペルをタッチパネルで入力し回答する。問題は他のツアーズより5問、多い15問構成となっている。受験ツアーズバギー2013年6月24日、初登場。ルールは通常の5ツアーズバギーと同じだが、問題がすべて中学、高校。 大学の有名難関校の過去に出題された入試問題から出題されるが一部アレンジ問題が含まれている。入試問題は林修がレギュラーとなった同年春から出題されていたが正式にコーナー名が付いた。しばらくして内容は全問入試問題のままだがコーナー名は2014年9月1日からファイブツアーズバギーに戻った。林先生の漢字テスト。 林先生の漢字テストバギー2014年4月14日のスペシャルから2014年11月24日まで登場。ルールは通常のファイブツワーズバギーと同じだが、林治公案の問題が出題され、最終問題では林のキャラクターが登場する。このルール字のみ、各ステージ名がカテゴリーと表記される。出題されるカテゴリーは、 その名の通りすぐには書きにくい。書き間違いが多い漢字。読みが同じ漢字問題が出題される。同音異義語、同訓異義語、最近のニュースにちなんだ漢字が出題される。書くなら今でしょ。時字漢字、書けて当然。中学校で習う漢字など。最終問題は、林が基本的に正解させる気はないと交護する。林先生からの最終問題が出題される。 林が挑戦する際の問題での最終問題のテロップはファイナル最終問題となる回によって問題数が異なる。林先生の漢字テストツアーズ2014年12月8日のスペシャルから2018年10月1日まで登場。漢字テストバギーと同様に林治公案の問題が出題されるがカテゴリー1に 読めないと恥ずかしい漢字、読み間違いが多い漢字、読めないと恥ずかしい地名。2018年6月11日放送のカテゴリー2に、小事聖語。2018年5月21日と同年の7月9日、放送のカテゴリー2には、大義語ファイナルに、難読漢字などの読み問題が登場し、そのカテゴリー中に限り、出題時の演出及び入力インターフェースなどが、 ファイブツアーズジェットと同じものに切り替わる。ファイブツアーズシリーズで読み問題、書き問題両方が出題されるのは初めて。セットは、ファイブツアーズジェットのものが使われる。カテゴリー1カテゴリー2が、小学校で習う漢字、中学校で習う漢字の場合は、各学年ごとに1問ずつのためカテゴリー1のみ6問の13問制。2017年8月14日。 放送文では通常カテゴリー9問に加え、ファイナルも3問の、計12問というファイナルが登場。なお、林先生がいるチームは最後に挑戦する。日本語ツアーズバギー2018年11月5日、放送文から登場。出題内容は、漢字テストツアーズと変化はないが、ボーナスステージでは、工事園に新たに追加された語句や、新語、 流行語などのカタカナで回答する問題が出されることがあり、漢字だけではなく、日本語全般の知識が問われる。カテゴリーや問題数は回によって異なり、すべての問題が書き問題の場合もある。問題数はボーナスを除いて8問から13問なお、林修は問題作成に携わっていない。番組では、日本語ツアーズバギーと表記されるが、 番組ホームページやラテラン等では、漢字ツアーズバギーと表記される。2020年4月13日放送分からは、新型コロナウイルスの影響により、バギーは CG 仕様となっており、5月25日放送分から6月22日放送分までは、各チーム2.3人ずつ挑戦という形式でいった。ステージは、基本的に小人ステージだが、 2020年5月25日放送分から9月14日放送分までは3代目洞窟ステージで行っており一部問題のフォントの色が青色で出題されるようになった2020年11月2日放送分からは小人ステージを再開しボーナスチャンスの問題が逆輸入されたような問題が出題されるようになった下記問題は 漢字以外の出題もあるのでひらがなやカタカナで書いても良い。ファイブツアーズバトル2018年1月8日のスペシャルから登場。両チーム5人ずつが車に乗り、同時に漢字の書き取り問題に挑戦する。通常と違い回答途中の状況は表示されず、回答確定後の書き直しもできない。また、読み問題も書き問題のインターフェースで答える。 正解であれば続行、不正解であれば脱落。先に5人全員が脱落したチームが敗北となる。勝利チームは20ポイント獲得。問題をすべて消化した場合、両チームが1人でも残っていた場合は、引き分けとなり、両チームともに20ポイント獲得。2020年2月10日、放送文では、日本語ツアーズバトルとして書き取り問題。 読み問題の他にボーナスステージとして、パイレーツアタックの類似問題が出題された。ステージ構成も通常と違い、序盤戦は、城下町、中盤戦は木打ち終盤戦は、金色の天守閣、ボーナスは殿様となり、決着時は、天守からの眺めとともに、あっぱれと表示される。脱落時は、土佐兄弟奮する忍者に車から降ろされ、退場させられ、 モニタールームに戻される。2021年5月24日以降は、乗り物が、ドローンになり新型コロナウイルス感染拡大防止のためドローンに乗るのは3名までで不正解の時に、忍者は登場せず、待機しているメンバーと交代する形になった。日本語ツアーズバイク2020年5月18日放送分のみ、登場。ステージは前日の洞窟ステージを用いて行われる。 代表者一人がバイクに乗り読み4問書き4問の全8問の漢字問題に挑戦する。時間切れになるとバイクが爆発しゲームオーバーとなる。トラップハウス2008年9月22日特番にて A ブロック第2ステージで初登場。その後しばらくは SP 限定で行われていたが2009年5月25日の放送で初めてレギュラー放送で実施。 その後は学習を行い、2013年4月29日まで行われた。1から8文字の単語の文字の中に一つだけ間違いがあるので、どの文字かを見つけて正しい文字に書き直す。稀にどの文字も間違っていない問題が出ることがあり、その場合は訂正を行わずに決定ボタンだけを押す。ノーチェンジという回答をすればよい。ただし、最終問題の にます直せでは、問題の使用上1文字訂正や、ノーチェンジでの正解はなく必ず2文字を訂正して、両方一度に書き直し正解しないといけない。漢字やひらがな、カタカナはもちろん、数字や A 文字も含まれる。したがって、出題範囲は、漢字の熟語や A 単語から、年号、元素記号まで様々である。家に入り込んだ、伝統虫という設定であり、 回答席も、ウム虫型である。また、マシンが、ウム虫であることから、トウよしみちゃんというあだ名が堀内に寄り付けられた。正解であれば10ポイント獲得して、次の問題へ進めるが、ファイブツアーズジェット、ファイブツアーズバギーと異なり、一度でも不正解だと即脱落。ファイブツアーズバギーと同様に、書き順などのプロセスや微細な点は、判定に含まれない。後に、 林先生の漢字テストツアーズのボーナス問題や日本語ツアーズバギーのカテゴリーで当コーナーの問題が出題されるようになった。当コーナーとは違い、時間内であれば間違えても何度でも書き直すことができる。問題を出すキャラクターは登場せず、部屋の行く手を塞ぐ扉に問題が書かれている演出となっている。初期は扉の両側に対末はなく5秒前のカウントダウンが 始まると、扉の問題パネルがひび割れて、最終問題では、問題パネルに赤い雷が流出される演出のみで、あったが、扉の両側に、松明が設置されると、5秒前のカウントダウンが、始まると、両側の松明の炎が扉に燃え移ると同時に、扉の問題パネルがひび割れていく演出が追加された。また次のレベルの部屋に行くための廊下では、 シャンデリアや春天井が落ちてくると、トラップ要素満載の屋敷である演出がある。ハイパートラップハウス2012年3月26日放送、ネブリーグハイパーで登場。前問が2箇所訂正問題で構成されており、その他のルールやステージ構成は通常と同じ。1文字の未正解して脱落となった場合は、その箇所の未正解が表示される。 答えが5つ以上ある問題を1枠の回答者から順に答えていく。得点は1つ正解ごとに10ポイント。パスはできず、正解するまで次の回答者に回答権を渡せないが、時間内な,なら5等ペナル制限時間は30秒で、残り時間が5秒起きると警告音とカウントダウンが出る。時間切れになると、背景奥の大型爆弾が爆発して、 パイプが大破し、ゲームオーバーとなる。回数は1チームにつき1から3問。パイプの色は1枠から青、緑、黄、オレンジ、赤。挑戦時にはここまでの合計点数が少ない、チーム順に挑戦する。その際、2番目以降に挑戦するチームは残る問題を、全問正解しても相手チームに追いつけないことが、決定した時点で打ち切られ敗退が決定する。また、 最後に挑戦するチームは現時点の1位の得点を上回った時点で打ち切りとなり終了するで、ウィンと表示されレギュラー放送の場合は、ボーナスステージ、スペシャル放送の場合は、決勝ステージへの進出となる。また、同点となった場合は、サドンデスとして、両チーム1問ずつ挑戦。正解数に差がついた時点で決着となる。順番の替えもできるが、 タイミングは出題前に限定される。先に順番が回ってくるメンバーは、残りのメンバーが答えやすいようにあえて難易度の高い答えを選ぶのがセオリーだが、そもそも答えられないと次の人に回答権を渡せないため、的確な判断力が求められる、責任重大な役となる。また、問題の中には5つのうち1つに該当するものを1つずつ、答える問題も用意され、 答えそのものは、た々あっても一人が答えるごとに、正解の選択肢そのものが制限されていく。例えば、あ、いえおで始まる、国の名前一つずつ答えよという問題の場合、一人目が、いで始まる回答をすると、残りの回答者は、いを使えなくなるため、他の選択肢から答えを探す必要がある。もう一つは、工事園に載っている言葉の中で、 のようなという言葉5つ答えろも用意され、この場合、天の声が出した例題を答えた場合も、不正解となる。また、テーマに沿ったそれぞれの物事を答える問題もある。ハイパー5ボンバー、ハイパーボンバー2009年12月21日放送の SP で初登場。5ボンバーのバージョンアップ版。 答えが10個以上ある過去問題に挑むが、過去に答えた5つは除外されるため、それ以外から5つ答える必要がある。2011年2月7日、放送、ネプリーグ GP のインテリーグからは、答えが10個以上ある問題に挑むが、最初の5つを回答後、5枠から折り返して、残りの5個を回答する。そのため5枠は1人で2つ連続して答えなければ、ならない。 制限時間は5ボンバーの場合の60秒。最初の5個回答後、パイプが交換されて、一旦リフトの高さが揃えられ、以降は爆弾も白から金色になる。初期は背景もチェンジされたが、当番組がリニューアルされて、以降は背景が固定された。メガボンバー2016年4月18日放送の SP で初登場。 答えが15個以上ある問題に挑むが、最初の10個までは、ハイパーボンバーと同じルールで、60秒以内に10個目を答えると、再びパイプが交換されて背景が暗転し、ボーナスゲームに突入する。ボーナスゲームでは、あと5つを30秒間で答えていく。しかし、10個答えた時の残り時間は継続されない。また、1回につき最大150ポイント獲得できる。 ボーナスゲームでは正解した人のパイプが白く光る。また、ゲームオーバーの文字の演出が変化している。また、クリア時のテロップはクリドではなくパーフェクト。ボーナスゲームでの爆弾の色は現在のファイブボンバーや通常のハイパーボンバーの袋と同じく金色。テーマに沿ったそれぞれの物事を答える問題では、はじめに1番から10番の問題が出題され、 ボーナスゲーム突入後、11番から15番の問題が出題される。主に、ハイパーボンバーでの最終問題に行われるが、最終挑戦チームはその時の1位のチームとの点差が100ポイント以下イコール10個以下の、正解で抜かせる場合は事実上通常のハイパーボンバーで決着をつける形になる。以前は2時間放送の場合のみ行われていたが、 現在は通常放送でも行われるようになった。また初回と現在で少しだけ背景が異なっている。ウルトラボンバー2018年1月8日 SP に初登場。放送時は各チーム10人おり、全員参加となる。パイプの色は1枠から紫、青、水色、緑、黄緑、黄、オレンジ、赤、シンク、ピンク。 ルールは通常のボンバーと同じだが一番目に答える人はランダムで決まる。ラリーボンバー、シボリーグダブルボンバー、ソロボンバー2019年3月11日知識王トーナメントに登場。答えが複数ある問題をラリー形式で答えていき、最後まで答えられたプレイヤーの勝利となる。前述のファイブボンバーシリーズとは違い問題全体の制限時間はなく、 それぞれ持ち時間10秒以内で回答しなければならない。なお、5秒前のカウントダウンはフォントが変わっており、音声が追加されている。また、勝ったプレイヤーには、従来の逆転勝ちの時と同じウィンが表示される。また、5ボンバーシリーズには登場しない、独自のクイズ形式も登場している。3人での対決では1人脱落しても問題は変わらず、 その問題のまま二人で継続する。答えが全て出た場合は、前例がないため不明。登場当初の背景は、シリーズ同様のパイプと爆弾によるものだったが、絞りグに解題して、以降は脳、NO、をかたどったオブジェに変更されており、シリーズとの差別化が図られている。2020年2月10日、放送分では、新ルールで登場。各チーム10人全員、 合計20人で行うステージとなった。両、チームともライフを5つ持っており、5等もしくは時間切れでライフを1つ失う。ライフを全て失うと、チーム全員が回答権を失う。まず一方のチームの一番手が、問題に対する回答を1つ答える。正解なら1ポイント獲得。正後問わず回答権は、相手チームの次の回答者へ移動する。 これを繰り返し、20人全員が回答したら、以降は、フラッシュゾーンとなり、早押しとなる。早押しで正解すると2ポイント獲得。フラッシュゾーンは両チームのライフがなくなるまで続く。これまでの絞りグとは異なり、回答席にモニターが設置されていないため、回答は全て口頭となる。絞りグが、新ルールで登場してからは、通常放送でも行われるようになった。 こちらは両、チームともライフを3つ持っており、後藤もしくは時間切れでライフを1つ失い、すべてのライフを失うと終了というルールで行われた。その他のルールは、SP 放送と同時、2020年5月25日放送では、最終ステージとして行われ、1つ答えるごとに10ポイント、各チーム2人ずつ挑み、全員が脱落するまで行われる。 2020年6月15日放送ではダブルボンバーとして登場。基本的な仕組みは変わらないが、得点が正解数に比例したものから最後まで残った人のいるチームに10ポイントに変更されている。2020年8月17日放送ネプハイスクールリーグではソロボンバーとして決勝ステージにて登場。こちらも基本的な仕組みは変わらないが、ルールは 初期の絞りグとほぼ同じルールで行われ、先に2勝したチームが優勝というルールで行われた。2014年4月21日の SP で登場。100個の風船で釣り上げられた気球を模した回答席で答える。チームの5人が1問ずつ、あるものの割合をパーセンテージで回答する問題に答える。風船の色は青、水色、緑、黄、オレンジ、赤、ピンク、 紫の発色が使われている。正解と回答が同じであれば、パーフェクトとなり、風船が減らない。さらに、2018年7月9日、放送分以降は、ボーナスとして風船が10個追加される。正解と誤差が生じていれば、鳥が現れ、1%の差につき1個風船が割れる。途中で風船がすべて割れた時点で終了となり、0、ポイント。 5問終了時点で風船が残っていればクリアで残っている風船数と同数のポイントを獲得。クイズのスタート時に気球についているおもりをして上空へ浮かび上がる演出が行われる。風船の個数によって背景の高度が上空中空低空、クリアがフジテレビ社屋が立つお台場の海岸、ゲームオーバーがフジテレビ社屋が立つ砂漠にリニューアルされていたが、 2020年6月29日放送分以降は元の背景に戻された。日本や世界の生産量、収穫量1位に関する問題が出た場合は、地理講師の村瀬が解説する場合がある。最終ステージとなる場合、高校チームはその時点での相手チームとの点差に応じてスタート時の風船が減少してスタート。五人終了時に一個でも風船を残すことができれば、 勝利で、ウィンと表示され、すべて風船を割ってしまった場合は、ゲームオーバーで、敗北決定となる。セカンドステージ及び、SP 放送は風船を減らさずに行い、最終ステージは、ファイブボンバーとなる。また、この時に、最終的に0個ぴったりにして終了した場合は、ゲームオーバーではなく、ドローと表示され、パーセントバルーンサドンデスを行うが、生産量、 収穫量第1位の問題が1問でも出た場合は、サドンデスの前に村瀬が説明する。村瀬の説明後、サドンデスでは両チームにそれぞれ1問ずつ出題。チーム全員で相談し、代表者が回答。先行チームの割った個数が相手チームの持ち風船となり、1個でも残すことができれば高校チーム、すべて割ってしまった場合は先行チームの勝利となる。 セカンドステージ、または SP 放送で行う場合は、最終結果が同点の場合は、ファイブボンバーサドンデスを行う。2017年3月から12月まではこのコーナーがある際には視聴者も d ボタンによるデータ放送での挑戦が可能となり、挑戦者同様に1問ごとにパーセンテージを予想。風船は一問ごとに十個用意されており、五差級までであれば、 正解とみなされ、5文字ある視聴者プレゼント用のキーワードが1文字開く。また、数値をピタリ当てるパーフェクトの場合は1回で5文字全てが開く。全チームの挑戦が終わる前までに5文クリアもしくはパーフェクトを目指すシステムだった。2018年3月からは視聴者とロックアドベンチャーでの当選率を上げるゲームとして再びデータ放送での挑戦が開始。 こちらは実際のゲーム同様持ち風船100個を1チーム5問で守り抜くルールで行い最終的に1個でも残してクリアすれば当選確率が2倍となる全チーム分を行いクリアした回数分当選確率も3倍4倍と増える2018年7月9日からパーフェクトを出した場合本編同様ボーナスとして風船が10個追加されるルールが導入された ただし、2問目以降からの途中参加はできない。パーセントバルーンバトル優勝したチームが、賞金、商品獲得をかけて行うステージ。回答者が乗るトロッコが走るような演出で5問の2、タッククイズが出題され、その選択肢が画面の左右に表示される。メンバーは5秒以内に全員で正解だと思う方に、集まりトロッコを傾ける。正解ならば、次の問題へ。 不正解の場合は、トロッコは、奈落の底に落ちて、ゲームオーバーとなり終了。5問連続正解することができれば、賞金100万円や、商品獲得となる。意見が分かれた場合も、ルール上は失格と、説明されているが、実際は、人数が多い方に傾く。ルール上では、制限時間内に答えを決められなかった場合も、失格とされているが、実際には、 制限時間を10秒以上超過しても挑戦チームが決めるまで待っているため番組では制限時間はほとんど飾りのようなものでしかない2018年1月15日放送分からはリニューアルし5問正解しクリアした場合は地理講師の村瀬が選んだ全国の高級名産品を獲得また視聴者によるデータ放送でのチャレンジも同時に行われ 挑戦チームがクリアした場合は、同様に5問連続正解。挑戦チームが失敗した場合は、不正解だった問題も正解した人に、同じく高級名産品が当たるキーワードが表示される、ルールとなった。初代洞窟ステージこのステージのロゴは、インディジョーンズシリーズのロゴをかたどったものである。ハイパートロックアドベンチャーこの名前を持つステージは2種類存在する。 サバイバルトロッコアドベンチャー2018年1月8日放送分のスペシャルから登場。主に 10VS10 10スペシャルに実施。全員一致で回答を決める、通常版とは違い個人戦となっており、問題ごとに正解だと思う方に各自が移動する。回答が割れた場合はその場で正解発表。全員一致した場合は、通常通りトロッコが移動後に正解が発表される。 一問ごとに不正解の方のトロッコが分裂し画面外に退場、脱落。五問連続正解した人のみで、賞金100万円や賞品を山分けすることができる。ただし、途中で全滅した場合はその場でゲームオーバーとなり、誰も賞品はもらえない。スペシャルトロッコアドベンチャーが月9初回放送直前の2時間スペシャルにて実施される特別版。勝利チームによる、 通常のトロッコアドベンチャーの後にドラマチームとして出演したメンバーにできないと恥ずかしい出演者やドラマに関する問題を出題。ただし、個人を対象とした問題では出題された対象者は答えを教えることができない。最終問題後は回答が発表されずトロッコが変形し、そのまま光の彼方へ消えた後、ステーブレレスでドラマ本編に突入。 正解かどうかは視聴者自身が確認するという趣向になっている。2018年4月9日放送分以降は一部系列局のみ放送される。2020年4月13日放送分では新型コロナウイルス感染拡大防止のためトロッコに乗るのは一人で残りのメンバーはモニタールームで待機3回までモニタールームにつないで相談することができる。 フライングアドベンチャー新型コロナウイルスによる収録の変化に伴う特別なボーナスステージ。2020年6月15日、同年6月22日放送分の2回の未実施。こちらは、トロッコとは異なり2人のみで挑戦するステージとなっており、トロッコ同様にタクの問題が5問出題される。また、このステージでは、アップダウントラベラーで使用したスケートボードに乗って、 アップダウントラベラーと同じスタート地点から出発して、デスじゃないサーキットと同じコースを走行する。正解すれば、次の問題へ、不正解の場合はその時点でゲームオーバーとなり終了。5問連続正解すれば地理講師の村瀬が厳選した全国の高級名産品を獲得できる。出題は、アップダウントラベラーに登場するアンドロイドが行うが、 最終問題はコースが荒くなって見える。最終問題で回答を選択すると、アンドロイドが判定を行う。新型コロナウイルスによる収録の変化に伴う特別編。1コーナーにつき、ネプチューン2人とゲスト2人が参加し、視聴者プレゼントをかけて1人でパーフェクトを目指す。待機中は飛行機の座席に座っており、ゲーム挑戦者は CG で座席が発射され、 挑戦席に着くという演出となっている。また、合間にはこれまでのネプリーグの中からパーフェクトに大手をかけたシーンなどの総集編が放送される。2021年3月22日、5月17日に行われた企画。令和の常識をアップデートするというコンセプトのもと、回答者全員が1チームとして協力。各ステージでコインを獲得し、 ボーナスステージクリアを目指す。主に、フジテレビと一部系列局のみで放送される特別パート。2009年4月6日から2015年3月2日まで、フジテレビと一部系列局が放送。毎週月曜日19時54分20時に放送。2から3時間特番、他番組の特番が放送の場合は放送されない。ネプチューンの3人がクイズに挑み、 正解数によって視聴者プレゼントが抽選で当たる。プレゼントへの応募の際は最後に発表されるキーワードが必要となる。ネプリトルリーグでは2009年10月から2010年3月まで当番組スポンサーである NTT 東日本のフレッツコーの宣伝を兼ねたコラボレーション CM が関東地区限定で放送されていた。内容はネプチューンの3人が ネプリーグのアトラクションを用いて、フレッツコーに関するクイズに答える。アトラクションは、スリートラップハウス、スリーボンバー、トロッコアドベンチャー、スリーツアーズバギー。また、番組外では、我が家が挑戦するバージョンも放送された。2018年4月から、フジテレビをはじめとする一部の系列局のみで放送されるパート。 番組が2時間スペシャルの際に20時54分21時まで放送される。上記のサバイバルトロッコアドベンチャースペシャルトロッコアドベンチャーデスじゃないサーキットに加えネプチューンとゲストがエキシビジョンとして様々なクイズ企画を行う。2012年10月まで毎年開閉期やゴールデンウィークなどに放送時間を2時間2時間30分3時間3時間30分に 拡大した特番芸能界頂上式王決定戦 SP が放送されていた。ネプチューンチームゲスト2チームを A ブロック、ゲスト3チームを B ブロックとし各ブロックで予選ステージの3つのステージの合計得点の高かった上位1チームずつが決勝ステージ進出。決勝ステージで勝った方が賞金500万円を獲得。ただしフジテレビアナウンサーが 優勝賞金を獲得した場合は、FNS チャリティーキャンペーンに寄付される。2011年3月11日に起こった東日本大震災後の第25回では賞金そのものがなく優勝トロフィーが授与された。第26回からの賞金は100万円に減額された。予選ステージ終了時点で最高得点のチームが複数いる場合は、レギュラー放送と同様に、 そのチームだけで5ボンバーサドンデスによる同点決勝。各チーム1問ずつ5ボンバーに答え、単独最高得点チームが決まるまで続行する。2012年12月10日からはスペシャルの増加に伴い、特番でも2から4チームによる通常の対決が行われるようになり、これらの放送は終了した。ブロックごとに内容が異なる3から6ステージで実施。 1> 第1ステージは、ファイブリーグ、予選最終ステージは全ブロック共通で、ファイブボンバーで固定されている。その間のステージは、ブレインタワーシリーズや、ファイブツアーズシリーズ、ファイブペア、リバースクロック、10ブロック、ネプレール、パイレーツアタックなどが行われる。ファイブリーグサドンです。本戦のファイブリーグと同じだが、それぞれのブロックの優勝チームが、同時に問題に挑戦。 どちらかのチームが間違えるまで続けるサドンデス方式。早押しクイズで A ブロック勝利チーム対 B ブロック勝利チームの戦いとなる。キャプテンから始まる1対1の戦いで正解すれば次のメンバーに交代。間違えれば回答権は相手チームに移動。相手チームも間違えた場合は問題を返し切り直し、先に5人全員抜けたチームが勝利チームとなり、 賞金獲得。従来の決勝ステージの代わりとして、優勝チームがボーナスステージ、ハイパートロッコアドベンチャーに挑戦。基本ルールは、レギュラー放送のトロッコアドベンチャーと同じだが、問題数は2倍の10問で、1問正解するたびに、賞金、第4問第6問20万円、第7問第9問50万円、最終問題260万円が加算される。 10問連続正解で合計500万円の賞金獲得となる。2007年3月26日放送分から新設、メンバー紹介やウォーミングアップを兼ねており、クリアできれば全員に賞金1万円を贈られる。原則、挑戦できるのは1回のみ、6回だけオープニングクイズがなかった。6チーム30人全員に対してクイズを出題、各自、 両面が赤い丸か青いバツのパネルを上げて答える。5問連続で30人全員が正解できれば、賞金30万円を獲得。1人でも間違えた時点で終了。正解が30個以上ある問題を出題。1人1個口頭で回答する。30人全員が、制限時間90秒以内に正解できれば、賞金30万円を獲得。5ボンバー同様。 後藤しても答え直しができるが、途中で答えられずに制限時間を使い切ると終了。基本ルールは、通常のブレインタワーと同じで、30人連続で正解し、30階建てタワーの屋上に到達すると、賞金30万円を獲得。一人でも間違え、エレベーターが急降下した時点で終了。そのスポーツで使われる道具や、代表的な選手の写真を見て、 スポーツ名を答える派生版ブレインスタジアムが行われた回もあった。一人ずつ5秒以内にスロットマシンで止まった日本語の単語を英訳する。30人連続で正解しフィーバー達成すると賞金30万円を獲得。一人でも間違えた時点で終了。基本ルールは通常のイングリッシュブレインタワーと同じ。一人ずつ 3秒以内にスロットマシンで止まったものが食べる、飲む、つけるのどれに当てはまるかを答える。30人連続で正解すると賞金30万円を獲得。1人でも間違えた時点で終了。1人ずつ5秒以内に写真の名所や名物がある国の名前を答える。1人でも間違えることなく全問正解すると1人1万円ずつ賞金を獲得。このクイズは 国名を答える、世界編と都道府県名を答える日本編の2回戦、実施。2010年の FNS の日26時間テレビ2010を笑顔パレード反爆笑。お台場合宿。では、ネプチューンチームとヘキサゴンチームの2チーム15名で2週で、クリアとなった。ランダムに指名された順番で1人ずつ、5秒以内に流れている曲の歌詞を答える。 ファイブチューンでは80年代から90年代の曲から出題されるが、これについては2000年代にも出題される。30人クリアすれば30万円獲得。3人間違えた時点で終了。1人ずつ5秒以内にスポーツで使われている道具や代表的な選手を、スポーツ名を答える。30人連続で正解すると、賞金30万円を獲得。 一人でも間違えた時点で終了。バックの使用曲は We Will Rock You であり少し倍速で逃している。一人ずつ15秒以内に数字で答える常識問題をタッチパネルで回答する。全員が連続で正解すると一人1万円ずつ賞金を獲得。一人でも間違えた時点で終了。東京大学の入試問題で実際に出題された 漢字の書き取り問題を全員に対して出題。各自10秒以内にモニターに記述して答える。一問ご答した時点で、その人は脱落。5問出題され、全問正解した人が最も多かったチームが、賞金5万円を獲得。浅井企画、大田プロ、吉本工業、渡辺エンターテインメントの芸能事務所4社の所属芸能人チームに、 フジテレビ社員で構成されたフジテレビチーム、弁護士や政治家などの先制チームを加えた6チーム対抗戦。ネプチューンチーム、嵐チーム、クイズマスターズチームの3チーム対抗戦。決勝ステージではなく最高賞金500万円を獲得できるボーナスステージ、ハイパートロッコアドベンチャー進出をかけて争った。ネプリーグ GP の ハイパーリーグを基調としたクイズ形式で実施。ネプチューンチームとゲストチームの A ブロックゲストチーム2組の B ブロック2チームずつの4チーム対抗戦。早稲田大学、慶応義塾大学、東京大学、青山学院大学、日本大学の5大学の OBOG、現役有名人チームにネプチューンチームの6チーム対抗戦。なお、この回より番組演出が、 遊園地を基調にしたものに大きく変更され、CG 合成の量が増えた。この回を最後に、芸能界頂上式を決定戦は行われていない。FNS の日内の特番、27時間テレビ内のコーナーとして放送されたもの。2020年は番組自体がなくなり、新人アナの自己紹介が、この番組でお披露目となった。FNS26 時間テレビ国民的な、 面白さ。史上最大。真夏のクイズ祭り26時間ぶっ通しスペシャル。進行、伊藤理博高島綾。普段は、天の声として出演する伊藤が、この SP に限り、高島と共に、顔出しで、進行役となる。問題のナレーションの声は事前に、収録済み。ファイブリーグによる対戦。双方一回ずつ挑戦して、 連続正解数が多かったチームの勝利。一ラウンドごとに負けたチームの回答席が傾いて、滑り台で熱湯に落とされる罰ゲームを受ける。正解数が同じだった場合は延長戦に突入し、両チームが同じ問題に挑戦。ここで、両、チームとも不正解だった場合はドローで、両方プールに落とされる。結果五千一0 1から0で、芸人チームの勝利。勝利チームに、 賞金100万円。一枠は芸人チームはネプチューンの中から一人がアイドルチームは中井で固定。当世放送中に直前のサンマ、中井の今夜も眠れないに出演したアカシアサンマがカッパのコスプレをして乱入した。FNS27 時間テレビみんな生かだ。ウッキー、ハッピー、最勇気ネプリーグ、 生か対抗スペシャルとして生放送された。進行、高島綾。ファイブリーグ、ブレインタワー、ファイブボンバーの3つのステージの合計点で争われた。結果、ネプチューンチーム120点、最有機チーム120点、ヒーローチーム130点。27時間テレビ全体の瞬間最高視聴率22.7%を記録した。 2008年7月27日に生放送で行われた。2007年同様、ファイブリーグ、ブレインタワー、ファイブボンバーの3つのステージの合計点で争われた。結果、ネプチューンチーム70点、表金オールスターズ80点、勝利チームに賞金100万円。2009年7月25日に生放送で行われた。クイズ。 ヘキサゴン2チームとの対決。このコーナーが行われる前に番組で23名のヘキサゴンファミリーがネプリーグを含めた26時間テレビのどのコーナーに出演するかをヘキサゴンの早押しクイズによって決める形式で決めていた。ヘキサゴンチームの当初の出演者は新助以外に田中、元木、辻、山田の4人を含む5人であったが、 あまりにも実力に差があるということで、後からラサール、渡辺、パボの5人を追加し10人となり、その中からシンスケが、ステージごとに、シンスケ以外の4人を選んでいた。2007年、2008年同様、ファイブリーグ、ブレインタワー、ファイブボンバーの3つのステージの合計点で争われた。結果、ネプチューンチーム130点、ヘキサゴンチーム120点、 勝利チームに豪華スイートルーム宿泊券。ヘキサゴンチームが負けた場合は、畳部屋の休憩所で一番を過ごす罰ゲーム付き。2010年7月24日に生放送で行われた。昨年同様ヘキサゴンチームとの対決。今回のヘキサゴンチームの当初の出演者は、新助、ラサール、本木、崎本、里田の5人だったが、 賭けに勝利するため補強をしたメンバーで挑んだ。その中からシ助がステージごとにシ助以外の4人を選んでいた。例年の5リーグ、ブレインタワー、5ボンバーの3ステージ勝負に加え、今年は FNS の日スペシャルでは初めてとなるオープニングクイズできれば全員にボーナス賞金1万円が行われた。結果、ネプチューンチーム160点。 ヘキサゴンチーム140点。ワールドクルーズは3回挑戦し、3回とも失敗。両チームが同点で終了した場合は、サドンデスなしでヘキサゴンチームの勝利となる取り決めになっていた。2011年の27時間テレビでは、従来の対抗戦ではなく、派生企画、ネプキッズリーグを放送した。メチャイケメンバーも参加した。 2012年7月22日に生放送で行われた若手時代笑っていいとものレギュラー入りをかけたトライアウトに落ちたネプチューン及びクリームシチューと現在のいいともレギュラーとの入れ替え戦を実施出演者の秘蔵映像にまつわる常識クイズを5リーグ形式で出題スマリーグバナナリーグネプリーグの4組5チーム同時に回答して 一問正解につき10ポイント獲得。最終的に最下位のチームがいいともレギュラーを剥奪される。結果、タモリチーム40点、中堅チーム50点、若手チーム50点、女性チーム20点、ネプクリームチーム60点女性チームが最下位となったが、レギュラー残留の最後のチャンスとして、トロッコアドベンチャー5問連続正解に挑戦。 タモリにまつわる4問にすべて正解した後、最終問題、タモリが喜ぶ、この後の正解は、で、熱湯に落ちる側を選び、バラエティ番組上のお約束を選んだということで5問、連続正解達成、女性チームもレギュラー残留となった。しかし、正解した後は突然熱湯が出現し、トロッコも突然滑り台に変形して5人はそのまま熱湯に落とされる羽目になった。 FNS27 時間テレビにおいて2016年7月24日午前に生放送で行われた。女性フリーアナウンサー6名と事前テストで選出された FNS 系列各局の女性アナウンサー14名、加えて助走したラの計21名が林修出題のアナウンサーなら正解しないと恥ずかしい常識問題、漢字テストに挑む。 今回は完全個人戦で実施され、最終問題終了時点で最も点数の高かったものがセンターとなる。なお堀内、太蔵は回答には参加せず、MC に宣伝し、普段は天の声として出演する佐野も顔出しで、進行役を務めた。結果は、馬場ノリコがセンターとなり、マントとティアラが授与。一方、再開となった。 マサキマユには大蔵から、気合の注入として、おネプ、で行われていた、ネプ投げが執行された。その後もネプリーグスペーシャルにおいて、対象を女性芸能人に広げた、インテリ芸能人常識ランキング決定戦として、不定期に開催されている。超常識王決定戦とは異なる形式の特番。第3回のみ、ガチネプとして放送。前半部分は、通常の、 ネプリーグを放送し、後半部分は、レギュラー放送とは異なるクイズゲーム企画や、衝撃、超人キッズ劇場という構成で放送された。また、ミニコーナーとして紛争した堀内が、ゲストの元へ出向く企画も行われた。2011年2月7日、放送分から実施された2時間特番。 一回の放送で二回戦放送されるが、通常形式のネプリーグだけでなく、エンターテイメント分野から出題される、エンタリーグ、流行やブランド、芸能などの日常にまつわる知識日常式から出題される、身の回りリーグ、問題の難易度がアップしている、インテリーグ、3チーム対抗戦の三つどもえリーグなど様々な形式で行われ、 各ステージの内容もそれらの形式に沿ってアレンジされている。ゴールデン放送開始の2005年から夏休みに開催されるお台場冒険王、お台場合衆国、お台場新大陸、お台場夢大陸にてネプリーグの体験コーナーが開催されている。2005年は富士テレビ1階の広場にて複数の番組のイベントのうちの一つとして開催される程度であったが2006年は ネプリーグのコーナーが単独で設置されるようになった。2007年になると場所を冒険ランドに移転するなど、コーナーの規模もさらに大きくなった。また、2009年のお台場合衆国では、ドラゴンクエストとコラボを行い、ネプリーグ、ドラゴンクエスト超常式クイズコロシアムとして、トロッコアドベンチャーや、ファイブツアーズなどにドラゴンクエストのモンスターや、BGM が使用された。 2009年以降は合衆国スタジアムにて特設ブースで開催している。なお、2008年にはこのイベントは行われず、ファイブリーグ形式の5文字で答える問題が冒険ランドのどこかの看板に掲載される程度であった。また、2016年2017年はブース自体も要されなかった。ありがとうございます。